Ninjas von heute? Bedeutung der Handzeichen? Was für Werkzeuge nutzen sie? Wahrheit über den Naruto-Lauf? Das und vieles mehr in diesem Video. Macht ihr noch Spionage und so? 普通に生きてたらそういう技術はなかなか使わないんですけど、ただその要素といいますか、例えば諜報活動って、諜報とまで言っちゃ大げさですけど、あのビジネスの現場とかでも他社の情報をこう調べたりとかですね、このあの今どういうシェアになってるのかとか、あのカスタマーのね、そういう、どういったリクエストがあるのかとか、いろいろ調べたりすると思うんですね。で、そういった時にやっぱり忍びの技術やその考え方っていうのは今でも通用するものがあるとは思ってます。昔はそれをその戦であるとか、何かそういう国の争い事とかにまあ使ったわけなんですけども、まあ、現代ではそういうふうにあの生活にも生かすことができると思っています。Gibt es einen Naruto-Lauf? Bringt das was?それですね。僕あの昔の走り方の研究なんかもやっているんですけれども、ナルト走りっていうのはあのナルトの作者の先生があのああいったものを出し始めてからあの忍者のその記号として走り方を忍者するもんだっていうのが結構定着したなっていう印象を受けてます。まあ、ということはつまりそのあれが昔から伝統的に行われてたかっていうことではないわけなんですけれども。ただああいうなんかその得意な走り方をしてあの素早く移動するっていうことがまあ忍者の記号として成り立つっていうことがまず一つ大事 で忍びの修行法の中にですね、例えばあのここにあの紙とかですね、なんかあの編み傘とかをこう中の前に当ててでものすごい速さで走らないとそれ落っこちゃうわけですよね。それをこう走ってあの落ちないように走る時なんかはこう手が邪魔なのでこう横に置いて、あるいはその腰に刀が刺さっているので、その刀をあの無視して走っちゃうとガチャ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 こう刀が干渉するので、そういったものを手で押さえながら、なのでその現代でこう腕をこう大きく振って走るっていうようなことがまあできにくい時代ではあったので、なのでこう手は後ろに下げるまではいかないですけれども、まあ、腰に当てたりとかですね、あるいは下に下げるとかですね、そういったような形で走るっていうことが考えられます。昔の、歩き方はあの今みたいにこう路面の環境とかも違って、昔は土の路面で今みたいにアスファルトないわけですし、あと日本はあの、まあ、ヨーロッパの方と違ってあの裸足の文化系なんですね。あの昔からこう裸足とかあと、まあ、わらじというあの草を編んで作ったサンダルのようなものを履いて生活している民族なので、今のそのスニーカーのような走り方をしてしまうと、まあ、足の裏をなんか石で傷つけてしまったりとかです。なので、まあ、当時のその生活環境に合った走り方、膝をこう擦ってあげたりとかですね、腕をあまり大きく振らないとか、あとは服装の関係もあったりとかして、まあ、そういう文化的なさまざまな要因があって走り方っていうものが一つ昔は違うものがあった。で、忍びはそういった走り方に長けていたと言われるので、こういうふうにやってたわけじゃないんですけれども、まあこう手を横に当てるであるとか、まあ、あまり腕を振らないでこう走る、あるいは体の傾きを使ってこう出ていくとかですね、まあ、そういった技法を使って走っていたということが言えると思います。Was bedeuten die ganzen Handzeichen? Rin, Pyo, To, Cha, Kai, Jin, Let's, Zai, Zen. Ah, 私はその陰のあの研究というかしていて、もちろん伝統的に伝わっているその陰を使った、まあ、瞑想というかですね、気持ちを整えたりとか、まあ、集中力を上げたりとか、あとはその陰の結び方によってその体自体で変化があるんですね。まあ、有名なこういう陰とかだと本当に体の軸がすっと通ってきて、でこれは結構修行者の間では、あそうだよねってこう自然にこう納得のあるものなんですけども、まあそれ以外の陰とかについても、あおそらくこういう効果があるんじゃないかとかっていうようなものもいろいろ含めて今そういう研究実践しながら研究して、でそれでやっていくと、あこれは心が落ち着くような効果があるなとか、逆にこう気持ちを高めていくような効果があるんじゃないかなとか、そういうところが見えてくるので、だから実際の忍者がどのようにそれを活用してたかわからないんですけれども、それを単にこうおまじないとして使ってたのか、本当に自分の精神を変えていくために使ったのか、でもそのヒントとなるのは、その忍術の修行ならば呼吸法の訓練ってすごくあるんですけれども、その呼吸法はもう本当に精神的だったり肉体的な変化をもたらす目的でやっているので、その中でその陰とかこう手を使って組むことっていうのも大きな影響があったんじゃないかと私は思ってます。で、忍者ってその忍び込んだ先で自分のこの怖さだったり恐怖心だったりを抑え込みながら
その命がけの任務をこなすわけですけれども、でその時にやっぱり心細くなったりとか、あの緊張したりとかですね、あると思うんですね。でそういう時に本業員という形自体すごく面白くて、でこういう形を組むですね。でもともと人って不安になった時に何か物を抱え込んだりとか、あと病院の手術を待ってる時にこうやってこう待ったりするようなシーンあると思うんですけれども、とてもこう安心する効果があって、でそれは結構科学的知見からもある程度その有効性を認められる話でもあるんですよね。で自分で実体験しながらやっていくと、やっぱりとても安心感を出やすい形ではあるし、その効果も感じているので、まあ、そうだったんじゃないかっていう、そういう、こう検証の仕方をしています。なのでくじそれぞれにどんな形ありますけども、いろんな効果があったんじゃないかなというふうに見てくるして、まだこれからの研究材料の一つ。そうですね、 ある程度一つの形になっていて、私そのメソッドを伝え現代の忍術としてお伝えしているんですけれども、これからも探求していって、もうすごい面白いものだなと思って、やっぱり忍者のトレーニングって肉体的なところもそうですけど、そう精神的なバランス安定をもたらす訓練って絶対不可欠なので、そこはもっと探求していきたい。Es gibt ja historisch bekannte Ninjas. Habt ihr auch Vorbilder? 飛び加藤と呼ばれる加藤団蔵というですね、あの忍びがで、この人は幻術をすごく使うのが上手くて、でその幻術、まあでも史実かわかんないです。そういう言い伝えで架空の人物の可能性もあるんですけども、あの鈍牛術といってですね、まあ、牛をこう飲んでしまったり、牛にこう飲まれてですね、こうお尻から出てくるみたいな、そういった現実を大衆にかけて、でみんなそれ見てもあびっくりしてですね、でそれでしかもその忍び込むのもすごくうまくて、でその技を披露したですね、その披露させたお殿様が恐ろしくてその斬首してしまうんですまあそういう最後を遂げるんですけど、腕が立ちすぎて最後そういうふうな運命をたどる飛び加藤というですね、あの伝説の忍者がいて、それぐらいなんかこう人々を魅了できたらいいなと思って、うん、はい、そういう感じですね、はい、私はそのやっぱり名前があるような忍者ももちろんすごく魅力があるんですけれども、まあ、名もなき忍者という忍者の総合したようなイメージ、やっぱりその忍術の考えの一部にはもう名が出てるような忍者よりも名もないような忍者ってとても素晴らしいんだっていう考えの一部であって、そういう考えは私とても好きなので、なので誰か一人っていうよりかはその名もなき忍びたち、我々の先輩たちっていうのがあってます。今おっしゃったこともまさにその通りで、あのすごく一番有名な忍術の書にそういうことも書かれててですね、すぐあの日本でいうと服部半蔵とかですね、ああいう有名な人の名前が上がるんだけれども、彼らすごく優秀だけども、まあ、忍術としては中ぐらいだと書いてあるんですね。で本当の上っていうのは今おっしゃった今名前はない、その名前が出てるから彼らは中だというふうに書いてあるんです。でももうその中でももうすごく上等なんですね。もう凄まじい忍術が使える人たちなんだけど、流れちゃってるから、彼は中だと知られてしまってる。知られてしまってる、はい、そこまで。そうなんです。なので模範解答として、名前が出てる時点でちょっとそれを目指すべきではないっていう。でもやっぱそこに目を向けていくこともすごく大事だと思って、うん、その表に出てる部分じゃなくてその裏側にあるものに目を向けていくっていうのも忍術は考えの中の面白いところだなって思っているので、もう先は長いですね。そうですね、長いです。先が長いからこそ楽しいというか、うん、人生かけるだけの価値がある。Bekommt ja manchmal Probleme wegen Ninja-Vorurteilen。で、なんか嘘をついてるんじゃないかとか、あなた忍者だから私に対して嘘ついてるんじゃないですか。だからで困る。では適当に。マジシャンの人とかがそういう悩みを持ってますよ。似たような悩みして。なんか騙されてるんじゃないかと疑われてしまう。普通に喋ってるだけなのに何か騙そうとしてる。裏があるに違いない。あるんじゃないかっていう。悪い、要するに信用を失うような技術を持ってたりするって、うん。なんで信用が大事だよ。忍者のいわゆるイメージからすると、まあ、姑息なことをして、敵の息の根を止めるみたいなのが多いですもんね。うん、卑怯な行いをする者っていう印象が、おそらくそれは江戸期からそのイメージってあって、歌舞伎で悪役として忍者ってよく登場するので、大衆にそういったイメージがもう江戸の時代から定着していたものだ。実際にどうだったかはまた別として、はい、こういう公演でまた広まったイメージ、はい、そうですね。でそれをまあ僕らもそのままそのイメージで見られるので、悪役で姑息な手段を使う忍者だっていうふうな、まあ、そういう偏見は強い。Unterschied zwischen modernen und alten Ninjas?
昔の歴史のようなですね、その、まあ、幕府であるとかその大名とかに使えるその忍びっていうようなことをですね、軍事にもしっかり関わってっていうような人たちが今でもいるかって、それはいないですね。もうそれも明治維新でも時代的に終わっているので、そういった意味においてはもう忍者はいないとも言えるんですけれども、文化としてはちゃんとやっぱり残っているものは残っていますし、精神性のあるもの、そしてすごく貴重なものとかもあるので、そういったあの当時のような仕事ではないけれども、文化として残して修行をして、まあ、自己顕在に努めている人たちというのは大勢いますよと。ここが昔の忍者と今の忍者の一番大きな違いですね、そうだと思います。昔はもう本当の役職として忍びっていうのがあったので、はい、まあ、そうですね、いきなり日本政府からいろいろな依頼来たりしないですもんね、今。そうですね、違う機関がやってますもんね、内閣調査室とか。具体的な、でもまあないこともないかもなっていうふうに濁らしておこうかなと思います。たまにしかないです。Wolfsteiner sind typische Waffen der Ninjas. Was haben sie noch so dabei? 手裏剣は全然ちょっと夢を壊してしまいますけど、代表的ではないですね。まあ、刀がメインですね。ただ、狭い場所であるとか、まあ、暗がりであるとか、そういったさまざまな条件によって、まあ、装備が変わるのは、今の軍事でも同じことだと思うんですけど、忍びの場合は敵と正面機で戦うことが目的ではないので、あまり大きい武器持っていけないですね。だからすごい長槍とか持ってっても、もう狭いところ入れなくて苦労してしまうので、まあ、そういった意味では小さいものを好んだと。その中で手裏剣術っていうのも当然技法としては使ってはいるんですけど、ただそれでこう主たる武器として戦ったかっていったら疑問で、刀、通常の刀、あるいはちょっと短い戦法で頑丈な刀なんかを持って戦っていきます。はい、あと、まあ、これ時代によるんですけど、忍びの役割でですね、立てこもり犯を逮捕するっていう、いわゆる召し捕りっていうのお仕事があるんですけど、まあ、それに従事する場合、敵を殺してしまうような武器で攻めてしまったら、逮捕できないですよね。生け捕りにしなきゃいけないので、そうするとさまざまな武器の工夫があって、殺さないように捕まえるためのいろんな武器っていうのがあるんですね。そういったものが、まあ、忍びの工夫によって、残されていたりはします。いろんな道具の方の紹介をお願いします。はい。まあ、忍びの持っていた道具っていうのがありまして、まあ、武器っていう武器ではなかったりもするんですけど、まあ、有名なのがまずこの、鍵縄ですね。鍵縄で、これはその上に投げて引っ掛けてですね、高いところに登る時のまあ補助として、このロープを使ったり、それから敵を捕らえてですね、縄をかけて、動けないようにする、まあ、早縄っていう技術があるんですけど、まあ、そういったものを行ったりするときに、まあ、持ち歩くための道具ですね、鍵縄。まあ、敵の陣地に潜入をしたり、敵の屋敷の中に入っていくときに、やっぱ鍵がかかってて入りにくい場所とか、杭をですね、逆にこう打って、侵入者を防ぐような仕組みがなされたりするので、そういうところを、まあ、こじ開けて進む道具を、まあ、怪奇と言います。開く器とか言って怪奇ですね。でそういったものがこちらになりますね。これ、シコロ、ノコギリですね。シコロ。で、こう、ノコギリになっていて、これでこう、そういった木製の何か溶害を切り開けたりとかですね。それから鍵を開けるための穴を開けたりとか、いうような、まあ、ノコギリ。はい。それから、まあ、別に万能ノコギリですね。ただ、これはツボ切りといって、土壁なんかにこう穴を開けて手を通したりとかですね。それから、鍵を開けるための工具があるんですけど、まあ、そういったものを差し込むための穴を、壁に開けると。でこどちらか一方をですね、コンパスの中心にしてこう丸くこう回していって穴を切り開けていくと、そうするとこれを半径とするこの穴が開くわけですね。これ壺切りと言います。それから忍びの任務というのはこう敵地に火をかける、あるいは火を放つというようなことがあります。なので必ずこう火起こしの道具の一式ですね、まあ、そういった火薬であるとか、それから火縄であるとか、ろうそくであるとか、そういった火を起こすための道具をこれぐらいの箱に入れておきます。これ火箱と言います。で中にはこういう火打ち石なんかも入っていて、これで火花をこう起こして、はい、これで火を作ると、まあ、そういったの昔ライターがないのでこういったもので火を起こして保持すると。で起こした炎をですね、目的地まで運ぶための道具、こういった内竹って言います。内竹の中にこういう火縄銃の火縄ですね。でこういったものに火をつけておくとこれが燃えます。でその燃えてるのをこういった中にしまって、こう衣服に燃え移らないように保持する、あるいは酸素の供給をこう竹筒で囲うことによって抑えて、
ひなわを長持ちさせる、まあ、そういったような用途でこの打ち竹というのを用います。それでちなみにどれくらい持つんですか？この長さだとそのまま放置しておくと多分10分15分で燃え尽きちゃうんですけど、はい、まあ、1.5 倍ぐらいは持つようになりますね、はい、20分少々ぐらい少々ぐらいは、はい、ただ消えちゃうといけないのでその辺はちょっと加減を見ながらだと思うんですけど、まあ、10分経ったら15分経ったらまたその足のに差し替える、うん、私の継いでいくっていう形になりますね、まあ、打ち竹。それからまあここら辺はちょっと武器になるんですけど、まあ、いわゆるこう手裏剣ですね。手裏剣これをたくさん投げてですね、こう敵をうーんとやっつけるとかですね、そういうわけではなくて、やはりこういったものをこう飛ばすと相手はこうちょっとこう止まりますよね、人がね、はい、でこれでこうドンと当てて嫌がらせたりとかですね、こう顔に向けて撃つことによってこう人を止めると、止めおいておいてその隙に何かこう組み伏せたりとかですね、あるいはこう敵をこちらに近づけないようにすると、まあ、そういったようなための武器になりますね。これは八方手裏剣と言います。八方向が尖っています。それで倒すってわけじゃないんですね。まあ、これで倒れてくれたらラッキーですよね、目とかに刺さって。でもなかなかそう人も動きますし、そううまくいくもんじゃないんですね。でこれはあの十字手裏剣ですね。でこれもやはりこう手の内でこう握って、なんかこう抵抗する相手の腕をですね、こうついて引き倒したりもできますし、投げつけたりとかですね、そういったように使うですね。周りが歯になってるわけじゃないんですね。歯になってるわけじゃないですね、まあ、ある程度研いでもいいんですけど、投げるときに自分の手切りやすいので、まあ、先端が刺さるような武器なのでそんなに研がないです。それは手裏剣です。先ほどの八方手裏剣ですね、という形で、これは四方手裏剣ですね。四方手裏剣はこういう形ですね。さらにこれ棒手裏剣という、まあ、こういった棒状のものの方がどこにでも隠しやすいし、持って戦いやすいっていう利点があります。ただし打って投げるときがちょっとこう特殊な打ち方をしないと先端がなかなか刺さってくれないので、はい、それだけが難点です。はい、こちらがまあ鎖奮闘、流派によっては、まあ、万力鎖とかって呼んだりするんですけど、まあ、両奮闘っていうやつですね。鎖の両端に重りがついた武器 でこれなんかも敵をこう殺める道具というよりかは、敵をこうなるべく捕まえるっていうことを目的にした道具ですね。あとはその昔のマナーで茶室であるとか、そういったあの屋敷の中で刀をこう持って入れないような場所に護身用としてこういった道具を持ち込んだと言われているものですね。でこれ今あのむき出しで、武器の説明のためにむき出しになってますけど、本来は布でくるんで、あの服装などにくるんで、あのちょっと隠しカモフラージュして持ち歩くものになります。でこれをこう手の中にこう収めて、見えないようにして、で敵の攻撃を受けたりですね、こう鼻がこう払ったりとか、まあ、そういうような道具です。でこれ全部こう持っていくわけではなくて、まあ、その自分のその時の状況に応じたものを選んでですね、持ち運ぶということになります。ちなみに食料的にはどういったものを持ってたんでしょうか？食料はですね、今日ちょっとお持ちしたんですけど、有名なのは兵糧丸といって、まあ、これぐらいの丸薬みたいなものをですね、漢方であるとか、それからまあ炭水化物のそば粉なんかを練り合わせて作ったこういう丸い玉みたいなのが有名なんですけれども、まあ、それはちょっと特殊といいますか、日頃からそれだけを食べてるわけじゃなくて、で忍びがその忍び の, その働きに出るときには、まあ 2,3 日分ぐらいの食料を持っていくと良いとされてまして、その時にこう持っていく食料というのがこちらになります。で、これがですね、カレーとか小飯とかカレーっていうんですけれども、ご飯を炊いて洗って干して乾かしたものになります。今時でいうアルファ米っていうやつですね、はいはい、でこれがすごく日持ちします。長期保存が可能で、でお湯とか水で戻すと通常の白米にして食べることができると。でまたこのままでも別に食べることもできるし、いかんせん軽いんですね。まあ、炊いた飯をそのまま持っていくとすごい量になりますけれども、乾燥させているので、携帯性がいいということです。日持ちもすると、はい、これがまず一つ。それからこちらがですね、アラメという海藻になります。こういうものですね、アラメ。
で、これは水で戻すとですね、ふやけてちゃんとあの海藻の状態に戻るんですけれども、はい、まあ、これにこう塩気を含ませて先ほどのこういったあのカレーと一緒に持ち運ん で、 あとはまあ味噌なんかも持っていって、これで味噌汁を作ったりして、食するというのが、まあ忍びの戦場での食べ物として記載されているものになります。まあ、食べることはできますけど、お湯でしっかり戻して海藻の状態になった方がまあ美味しいですね。でもこうして今乾物の状態で食べてますけど、これもできるってことが大事で、うん、そのままでも食べれるし、湯で戻しても食べれると、まあ、戻す時間がないとか状況がないとかいう場合もあるわけですよね。そうですね、なかなか火を起こして食事の時間が取れないとかですね、うん、はい、時はこういったものパクパク食べて、はい、でやはりこう炭水化物が不足すると低血糖でなかなかこう動きとかですね、思考が鈍くなってきますので、まあ、食料というのは非常に大事なのと、あと日頃からこう飢餓状態、断食用などを通じて飢餓状態に親しんでおく、低血糖の状態でも動き慣れしておくというか、その状態でも動けたり思考を働かすことができるように、まあ、鍛錬もできるので、そういった修行とまあ並行してこういった食事の工夫というのがあったと思われます。はい、実際にその断食とかもよくされるんですか？はい、断食よくはしないんですけど、たまに長期間断食をしたりとかもします。Was gefällt euch daran ein Ninja zu sein？忍者であって良かったことは、自分のこの、日本っていう国の持ってる文化であるとか、まあ、アイデンティティみたいなものが忍者を始めないときは薄かったと思うんですね。こう当たり前に享受してしまってるけど、実はよく知ってるようで知らないことがいっぱいあるわけなんですけど、忍術を始めてこう歴史であるとかそういった精神性に触れることによって、あ、なんか日本ってすごいこういった優れた文化があるんだなとか、昔の人ってすごいこと考えてたなとかっていうことに触れることができて、考え方であるとか知識がですね、こう豊かになったなと。そして精神もですね、こう忍者のこう忍耐をするということで養ってすごく成長できることが多かったなと思うので、まあ、そういった面において忍術に出会えて本当に良かったと今でも思ってますし、こういったですね、自分が得た学びをですね、こう世の中にできるだけ還元していくようなことができたらいいなと思ってます。なので本当に自分にとっての、まあ、仕事であり人生であるのが忍者だなと思っております。私はその忍者っていうのをやることで、自分であって自分ではない存在を得たっていうのが大きいですね。そもそも忍者である時の名前は普段使ってる名前とも違いますし、その考え方っていうのも自分はまあこう思うけれども、もうちょっとフラットに考えてみようかなっていう時には、その忍者としての自分に尋ねるみたいな感覚で、やっぱりこの本来の自分っていうものとちょっとこう別のもの、存在として自分の中で忍者っていうものがあるので、その部分がそんなにこうネガティブではなくて、その自分の実家が乖離してるっていう感覚ではなくて、まあ頼りがいのあるパートナーが横に存在しているみたいな感覚で自分の忍者人格っていうのが形成されているので、それはすごく面白い経験です。 Gibt ihr Privatunterricht? あ、もう、はい、はい、あるので、はい、言語の壁さえなければということですかね。そうですね、日本語がコミュニケーションがある程度取れる相手であれば、はい、誰でもいつでも OK です。まあ、誰でもっていうとちょっと語弊がありますけど、まあ、まともに学びたい方です、ね、はい、はい、学びたい意欲があって礼節があってって方ですね、うん、まあ、忍術も取り扱いも違うと危ないの、うん、それは本当に結構しっかりと向き合ってちゃんと修行するんであれば、ちゃんと修行するんであれば大丈夫かなっていうのを、ツイッターで、ツイッターとか、はい、最後に何かドイツの方々に一言お願いします。あ、はい、ドイツの皆さんですね、ぜひ日本にお越しの際は忍者の体験に来ていただければなというふうに思います。はい、ぜひ日本に遊びに来てください。これから忍者についていろいろとこう情報がどんどん日本からドイツへ向けて出てくることもあると思いますので、いろいろと忍者に興味を持って学んでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。